人類の夜明けは2015年9月10日にオンライン上で公開され2015年9月16日にアメリカ合衆国全土でテレビ放送された p b s の場ナショナルジオグラフィックのホモナレディに関するドキュメンタリー映画である日本で放送した際の放題は洞窟に眠る新種の人類プロデューサーはグラハム・タウンズリー一つのエピソードで構成されている 人類の揺りかごとして知られる、南アフリカの人類化石遺跡群の一部、スワルト・クランスの南西およそ800メートルに位置する、ライジングスター洞窟のディナレディ空洞での人族に、分類された、人族の全滅種、ホーモナレディの化石骨の発見及びその後の、発掘作業について解説している。さらにナショナルジオグラフィック協会はそのウェブサイト上に、 発見と2年間の化石の発掘作業の異なる時期をカバーする複数のビデオをアップロードしている。2015年9月時点で洞窟から少なくとも15体分になる1550以上の骨の断片が発掘されている。2015年9月18日に HD ユニバースチャンネルによって全編が YouTube 上にアップロードされた。日本では44分版を 洞窟に眠る新種の人類として2016年9月17日に NHK 教育テレビの地球ドラマチックにおいて放送した。このドキュメンタリーは J.O. サンダースがナレーターを務める。出演者には以下の人物が含まれる。ニューヨークタイムズのニール・ガンスリンガーは戦死時代と個人類学に関するドキュメンタリーは基本的に興味深く時には考えさせられるものである。 スリリングな場面に出くわすことはあまり多くないが、プログラム人類の夜明けはふさわしい形容詞だと述べている。シャーロット・オブ・ザーバーのブルック・カインは1500以上のヒトの化石を回収するためにほぼ近づくことのできない洞窟をく深くに降下する映像を厳選して収めたドキュメンタリー特集だと伝えている。考古学者のクリス・ハーストは 発見に関する豊富な文脈、視聴者が発見の重要性を理解できるように、歴史的背景と進化的背景を設けている、バーガーの魅力的な個性とこのビデオのその他体制の、個性物学者のおかげでこの文脈上の試みは、一般人でも良いかつ視覚的に理解できるようになっているとしている。また、ハーストは、スタンリー・キューブリックが1968年に制作した映画、 2001年宇宙の旅における、類人猿の暴力的な行動は現在では代わりに、ベジタリアンであることが証明されているので、間違いだと立証されているとしている。ホモナレディと他の初期人類の頭蓋骨の特徴の、比較ホモナレディの手の化石ホモナレディの足の化石。ありがとうございます。